さん、バースです。皆さん、こんにちは。キラビトです。よろしくお願いします。まず、4年ぶりにこのカーネーションステージで踊れることを本当に嬉しく思っています。今年で戦後78年を迎えます。多分皆さん一度は78年前の焼け野原になった広島の写真を目にしたことがあるんじゃないかなと思います。今日は戦後の復興を願ったこのお祭りで、私たちはバース誕生という曲を踊らせていただきます。バースを準備していく中で、練習していく中で、私たちも改めて平和について今できることって何だろうって考えるきっかけになりました。今日ここに集まってくださった皆さんと私たちとで、踊りを通して改めて平和について考える時間になったらいいなと思います。そして今の子どもたちにどんな未来を残していけるのか、どんな未来を作ってあげられるのか考えながら、思いながら動くだけで、一人一人の行動って変わってくるのかなと思います。4年間フラワーフェスティバル開催のために動き続けてくださったスタッフの皆様への感謝と、今日集まってくださった踊り子の皆様への感謝と、今日ここに集まってくださっている皆様に笑顔の輪が広がりますようにと願いを込めて精一杯踊らせていただきます。よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございました。